アキト、俺はあの二人もあのイベントを超えたいと本気で思っているんじゃないかと思う。なんだよ急に。歌を聴いて判断しないか。二人を判断するのはそれからでも遅くない。わかったよ。一回だけだ。お前がそこまで言うなら一回だけ真剣に聞いてやる。ああ、ありがとう、アキト。よう、アキト、トウヤ。今日はあいつら思いっきり叩き潰してやれよ。ああ、お前か。ま、今日のあいつらのパフォーマンス次第だな。じゃあ、俺らは先に行ってるぞ。バッドドックスにかかっちゃ、あの七光も終わりだな。オーディエンスの前で赤っ恥かくのが楽しみだ。さてと、あいつらの応援の用意でもしてやるか。これが本物のイベント会場。ここにこれから立つなんて。大丈夫だよ、小羽。落ち着いて。私たちは私たちなりに歌えばいいからさ。だから今日はまずこの空気を楽しんで。うん。さて、がっかりさせてくれるなよな。小羽、行くよ。うん。すごい熱気。小さめの箱ってあんちゃん言ってたけど、すっごく大きく感じる。行くよ、小羽。あ、合図だ。あともう少しで私のパート。大丈夫、落ち着いて、勇気を出せば。このケーブルだったな。よっと。ちゃんと声が出た。これならいける。え、音が消えた。これは、おい、どうなってんだ。機材トラブルか。どうしよう。音も止まってマイクも使えない。まずい。このままじゃ温まってきてた空気が壊れる。小羽は空気に飲まれちゃってる。無理もないよね、初めてのイベントなんだから。でもだからこそ、このまま台無しになんてさせない。二人でラッドウィーケンドを超えるなら、こんなところでつまずくわけにはいかない。私も歌わなきゃ。大丈夫、みんなの前でアカペラの練習だってしたし。なんで、どうして、声が出せないの？ごめんなさい。あの状況じゃ仕方ないよ。突然音が止まるなんて、私も思わなかったし。でも、私、あんなにあんちゃんに練習見てもらったのに、全然歌えなくて。小羽。おい、どういうつもりだ。どうもこうもねえよ。お前らもあいつらが気に入らなかったんだろ。お前のくだらねえ嫉妬と一緒にするんじゃねえ。イベントが台無しになっただろうが。二人とも落ち着け。何？喧嘩？
アキトが言ってたんじゃねえか、あいつらを潰すって。だから音止めてお前らを手伝ってやったんだよ。え、音を止めた。お前ら